フォンドボーとは、フランス料理で用いられる、フォン、つまり出汁の一種である。フォンドボウを絡めた魚料理。フォンドボウは、子牛の骨付き肉や、筋肉を、焼き色がつくまで炒めるかオーブンで焼いてから、ブイヨンや水を加え、弱火でゆっくり煮込み、玉ねぎやセロリなどの香味野菜と香辛料、トマトを加えて、さらに煮込んで作る。上質とされる、澄んだフォンは、 クや余分な脂肪を根気よく取り除きながら、汁が濁らないように注意して煮込む必要があり、フランスでは、これを作れるようになって、初めて一人前のシェフとみなされた。大別して、本には、褐色系と白色系が存在し、シチューやソースのベースに用いられる。本土棒をさらにこしながら煮詰めた濃厚なソースは、グラスドビアンドと呼ばれる。本土棒など褐色系は、 素材を焼くことで、メーラード反応によるカッペンによる色を持ち、生から煮出した白色系と区別され、小羊からは、ホンダ尿、鹿、イノシシ、ウサギやウズラなどや長寿からはホンドジビエと呼ばれる、褐色系本が得られる。一方、白色系は、鶏肉や魚がある。ありがとうございます。